Hello guys, welcome back to our channel, The Collector's Hub. Today's game is called Fuga Melodies of Steel 2, the sequel that let us control a massive tank with a group of children, developed and published by CyberConnect 2. A year has passed since the events of Fuga, Melodies of Steel. The children are summoned to Pharaoh to aid with the investigation of the recovered Taranis. However, Taranis suddenly goes haywire and sets out on a deadly rampage, trapping and absconding with a number of their party. The remaining children and Malt board their erstwhile enemy, Tarascus, to chase after the Taranis and save their friends. If you like this series, and would like to see more of this kind of series, give this video a like and subscribe to our channel. Thank you. Take it up.
かつて大切な人々を取り戻すため子供たちの戦いを共に駆け抜けた戦車タラニス。そのタラニスを子供たちは一心不乱に追っていた。自らの手で破壊したはずの敵の戦車タラスクスに乗って。ねえ、現在タラスクスは自己修復中のため各機能が制限されている。これ以上の速度で走行する場合かえってリスクを伴うだろう。タラニスが走行した離隊の跡はまだ残っている。この跡をたどればいずれタラニスに追いつくことは可能だ。前方にタラニスではない未確認の兵器反応あり。推定サイズはベルマン軍汎用戦車と同等。このまま前進すれば戦闘に発展する可能性は高い。
やれやれ。私はハクスの記憶と知識は持っているが、ハクスそのものではない。ここに存在するアナルガンドのコアと同化した情報知性体だ。ガスコとベルマン帝国との戦争に停戦協定が結ばれてから1年の歳月が過ぎていた。巻き込まれた過酷な戦いに別れを告げた子供たちも、それぞれが平和な日常を取り戻していた。そんなある日、現在の実質的な首都であるファラオに集まってほしいという便りがガスコ軍から子供たちに届いた。集まった子供たちが急行を温めていると、ガスコ軍のマスカット中尉が現れ、感謝の言葉をかけてきた。感謝する。あ、ええ、注意に連れられて、ある大きなガレージの中へ通された。そこには、かつて子供たちと共に戦い抜いた鋼の要塞が、
静かに佇んでいた。え？何だって？ああ。できたわ。そこよ。任せて。ありがとう。そうね。
そうね。僕もそう思うよ。集められた子供たちが案内された先にあったのは、かつて子供たちの力となっていたあのタラニスだった。タラニスには全体を覆うように作業用の足場が組まれ、すでに調査が進んでいるように見えた。ふう。さて、そうなのです。なんということだ。感謝する。そこへ親子と思われる身なりの良い猫人の紳士と少女が近づいてきた。紳士は顔に包帯を巻き、少女は紳士の後ろで落ち着かない様子でそわそわしている。はい、いいか、ありがとう。バニラ。はじめまして、バニラと申します。同僚は軽くうなずくと、タラニスをゆっくりと眺めながらガレージを後にした。タラニス内にはハンナとメイ、ボロン、ソックス、そしてブリッツが先に入り、調査の準備を始めた。その間、マルトとカイル、シーナが外でマスカット注意の質問に答えているところへ、遅れていたチックとハックが到着した。マルトお兄ちゃん、すっげーぞ。あ、その時突然異変が起きた。タラニスのあらゆる扉が突然全て同時に閉ざされたのである。子供たちや作業員がどよめいている中、タラニスの各砲座が一斉に射撃準備の挙動を見せた。そして全ての砲身がタラニス前方にあるガレージの入り口に照準を定める。クソ。その警告と同時にタラニスの砲身が一斉に火を吹いた。閉ざされたガレージの入り口は轟音とともに一瞬で吹き飛び、支えを失った天井や壁の一部が崩れ落ちる。
撃を繰り返しながらゆっくりと前進し、悠然とガレージを出ていった。攻撃により周辺に待機していたガスコ軍の戦車や建物が次々と破壊され、辺りは火の海と化していく。メイ、いやー、崩れたガレージにバニラの悲痛な絶叫が響いた。彼女の視線の先にあった大統領が職務を務めている政府の官邸は、タラニスの攻撃により炎に包まれていた。どうすればいいの。クソ。いいか、行こう。子供たちは火の手が及ばないほど離れた軍の別のガレージ近くで腰を下ろした。一息つき、起きた不可思議な状況の整理とこれからどうするべきか話し合っていた。はあ、うん、許さない。あの、うん、うん、その、手引きされて入ったガレージには、かつて破壊したはずの宿敵タラスクスがいた。子供たちは戸惑い、その顔に警戒の色が走った。くっ、ええ、おい、みんなを助ける。ええ、行きましょう。うん、うん、行こう。子供たちは意を決し、タラスクスに向かって駆け出した。その子供たちをバニラが呼び止めた。うん、あの、わかりましたわ。ありがとう。これならいけそうだぜ。やったぜ。よし、しい音と共に崩れると、緩やかに動き出した鉄の爪に粉砕される。子供たちが操るタラスクスは火の海をかき分け、タラニスを追って全速で駆け抜けていった。
やってやるか。行くぜ行くぜ。俺に任せろ。当ててやろう。こんなもんだろ。片付けてやるぜ。できたわ。おしまいです。よし、撃て。俺に任せろ。ドカーン。まだいるみたいね。敵よ、やれやれ。そこ行かないぞ。攻撃準備よし。
やってやるか。よし、そこ。やっぱ俺たち強いじゃん。やったぞ。そうだね。あのさ。あのね、任せて。ついに子供たちはタラニスを目前に捉えた。タラニスに近づくにつれ子供たちに緊張が走る。なあ。なんだって。おい。そうね。くそ。ねえ。
タラニスに転送機能が搭載されているようだ。え？任意の人員を離れた場所へ瞬間的に移動させる機能だ。どうすればいいんだよ。ちくしょう。超高エネルギー上昇反応を確認。マーナガルムによる迎撃準備。なんだって。Ooh.
いやいや、えさて、どうした？やれやれ。ありがとう。どうした？どうした？なんだ？はあ、ああ違うよ。
手伝おうか。任せて。楽勝さ。手伝おうか。よし。僕は長男だから。うん。うむ。手伝おうか。任せて。よし。
ちは。あの、やってやるか。こんにちは。よう。うん。そっか。心配しないで。そう。ああ。ええ。ああ。よし。ついに子供たちはタラニスを目前に捉えた。タラニスに近づくにつれ子供たちに緊張が走る。なあ。モニターに展開する。
任せて。
ってやる。準備よし。止めてみせる。やれやれ。丸見えだ。お兄ちゃん。私の番ね。攻撃準備よし。止めてみせる。お兄ちゃん。メイ。Thank you.
やれやれ。やってやるか。やられてたまるかよ。よし、止めてみせる。私の番ね。当てるから。よし。沈黙したタラニスにタラスクスが接近したその時、タラニスは光に包まれた。力で急速に損傷箇所を自己再生させている。タラニスを包んでいた光がタラスクス王を包もうとしていた。2両の巨大戦車が同調するように明滅する。タラニスの自己再生の影響を受け、タラニスの機能を一部入手。チャンバー室周囲に限定された転送機能が使用可能。タラニスと接触するほどの近距離に限られるが可能だ。タラニス内部でその基本チャンバーの機能が。わかった。やってみよう。それと同時にタラスクスの中に光の粒子が集まり始め、子供の大きさの光の塊になっていった。その光が徐々に形を変え、姿がはっきりしてくると子供たちは驚き声を上げた。え？すげえ。ああ、メイ。ゆっくりと動き出し、
子供たちに背を向けた。あっ、くっ、戦争によるエネルギー消費によりオーバーヒート発生。エネルギー回復まで移動は不可能。くそ。失いかけた仲間を一人救うことができた。今はただその喜びをかみしめる子供たちであった。一方その頃、ハハハハ。